さあ、いでよ、世に従うしもべたちよ。私レオン以下、常にカルマール公のおそばに控えております。このナーデルをお呼びになるとは、公爵様、今日はどんなことをなさるおつもりなのですか。 シゾも聞きたいぴょんね。カルマール様、早く教えてぴょん。偉大なるカルマール公よ、我コルボーにこそ大二幕の栄光をお与えください。さてカルマール様、何をすればいいのです。ピトンにご命じください。 時は来た、シゾーよ、ピトンよ、お前らに役割を与えてやる。攻撃目標はエッフェル塔、存分に破壊してくるがよいぞ。 人間どもの楽しげな声が耳障りだぴょん。<笑>この町の人間どもを震え上がらせてあげようかね。さあ行け、制裁を加えてくるのだ。 オーガミさん、応援してくださいね。ナリキン女、本場のフレンチカンカン、とくと見るがよい。今さら謝ったって許してあげないんだからね。ピーだ、アイリスだって絶対負けないもん。ふっ、パリ歌劇団の実力とやら楽しみにしていますわ。 ハリ歌劇団のダンスは、はあ、かっこいいんだけど。アンサンブルがまだまだですわね。そういえば、どうだ、我々のフレンチカンカン、 見とれて声も出まい。その大口、私たちのダンスを見た後でも叩けまして。行きますわよ、帝国歌劇団のダンス始めますわ。アイリス頑張るからね。
大神さん、一生懸命に踊りますから見ていてくださいね。はあ、すごいです。さすが先輩たち、見事なダンスです。息もぴったりで惚れ惚れしますね。へえ、さすがに言うだけのことはあるもんだね。認めたくはないわ。素晴らしいの一言だ。あのアイリスって子、結構可愛いんだな。しかし分からん。ダンスそれ自体のレベルは我々と同じぐらいなのだが、何か決定的に違う。そう、あえて言うならば全体の動きという。なんだと？スミレさん、お客さんから見えないように壁を作りますよ。分かってますわ、アイリス、今のうちに。シューズを脱ぐタイミングを作ってあげてる。なるほどね。あれなら客席から見られずに済む。見事だ。我らの乾杯だ。優勝した時のコメントは何て言ったらいいんだろう。ねえ、コクリコどうする？エリカ、まずは優勝しないと。あ、ドラムロールが終わるよ。様に決まりだぴょん。お前たちうるさいぴょんよ。シゾウ様の目の赤いうちは人間の好きにはさせないぴょんね。このピトン様が来たからにはコンテストもおしまいだよ。さあ、ここにいる人間ども、全部まとめて始末してあげるよ。待ちなさい、私たちが相手よ。ここは私たちに任せてください。大神さんは早く後部を。そうだよお兄ちゃん、コンテストのお客さんはアイリスたちが守るから。ジュリー、お行きになって。被害を大きくするわけには参りませんわ。了解。We'll be right back.
下してる奴はセーヌ川に叩き込むぞ。整備は終わったのか。今4番村に最終確認急げ。グダグダしてるんじゃねえ。撤収するぞ。